ようこそ光の仕事人。このコーナーは新潟で光り輝く方をゲストにお迎えしてお話をお伺いします。今日のゲストです。まずは自己紹介をどうぞ。新潟オペラスタジオの葛城豊と申します。どうもよろしくお願いします。はい、葛城さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。そうなんです、今日ね葛城さんが出演するって SNS で告知したら、あ、葛城さんって感じで皆さんからコメントがいただいて、有名人でいらっしゃいますね。本当に、はい、新潟オペラスタジオの葛城豊さんです、はい、ね、農業の農と書いて豊さんっていいお名前ですよね。珍しいですよね。お家は農家でしたか？いや、そんなことないんですけど、親御さんどういう思いでつけられたんでしょう？いやそこまで詳しくは聞いてないんですけど一応こだわりあったみたいですけど、ね、いいお名前ですよね。新潟にぴったりという感じですけどはい、そんな葛城さん、新潟オペラスタジオをね、はい、主催されているということなんですけど、これはどんなものなんですか？結成したのは2001年で、はい、2002年に一番最初のオペラの公演をやって、うん、それから、ともかく新潟市を中心にしつつ、はい、新潟県内の音楽家だけで、オペラを、まあ、上演していこうというふうな企画でして、うん、それでまあですからもう20年近く、20年、まあ大体平均すると2年に1回ぐらいのペースでやってる感じですかね。そうでしたか。はい、もともと葛城さんもオペラ出身で、新潟大学 の、はい、教育学部の音楽科音楽科に進まれて、そこで声楽をされて、ね、松浦先生に指示してそれで、声楽をやりつつ、その学生仲間とオペラをやって、うん、そこからズルズルと感じですね。はい、今はお仕事はどんなものをされてるんですか？仕事はまた別にあるんですが、別な仕事をされながらそのオペラスタジオを、そうですね、続けてますね、活動されてる、すごいですね。あれもこれもまあバタバタしてますはい、そんな葛城さんなんですけど、はい、なんと今年の秋11月14日に、牧文化会館、この西関区でですね、やるんですよね。そうなんですよね。決定しました。おめでとうございます。ありがとうございます。これがかの有名なモーツァルトの、はい、はい、この曲なんですけどね。はい。はい。フィガレの結婚。はい、このフィガロの結婚を選ばれたのは、まあ、もともとこの演目ありきでやったわけじゃなくて、いろいろとその、キャストのですね、になるだろうと皆さんに声かけながら、ご都合いかがですかみたいなのを聞きながら、あ、じゃあこの人たちが集まるんだったらフィガロかなっていうのを、私とあと企画員の人々と一緒に相談してですね、固めていたメンバーで決めたわけですね。はい、いや、いい曲って、だいたいこの曲がね、かかると、ああこの曲ねって有名ですよね。そうですね、結構、はい、うん、どんなお話なんですかこれって。ですね、まあそもそもオペラというのは、はい、まあ、ミュージカルももともとオペラから派生して生まれたものなので、あ、元がオペラなんですね。オペレッタっていうオペラの簡単な形式のものから発展してアメリカに渡ってミュージカルになったんですね。そうなんですか。ですので結局は歌の感じが要するにクラシックっぽいから、そうポップスによりかの違いだけであって、うん、基本的にはお芝居歌、お芝居歌って形なんですね。うん、でその中でもオペラだと、その全部歌でやりきる場合もあれば、セリフと歌っていう風にミュージカルと同じような形になっているものもあれば、あるいはそのレスタティブセコといって、その歌なんだけどちょっとほとんどセリフみたいな感じのものですね。例えば、まさか僕たちの友情のその陰で嫌まって、どうか詳しく話しておくれみたいな感じで、ありますね、よくねそんな感じで、やるものもあったりするんですけど、うん、で、フィガロは、はい、フィガロという主人公のが伯爵様に仕えている家来なんですけど、その伯爵様がですね、そのフィガロが今日、結婚する花婿アメメさんのにですね、手を出そうと伯爵が企んでまして、それを伯爵夫人の奥様とかですね、他の城の人間を巻き込みながら、どうやって食い止めるかみたいな、そういうドタバタの喜劇、ドタバタ喜劇なんですね。そうですね、はい、へえ、
感じも分かりますよね、曲調の ね、 ね、 ね、序曲のワクワクする感じですよね。ワクワクする感じがありますよね、はい、あ、そうなんですね。不届きな伯爵を懲らしめようと、ね、皆さんがこう、そう阻止するという、また逆に、フィガロと、伯爵の側につく者もいたりして、面白い。それでなかなか、複雑な派閥みたいなのがあるんですね。そういうのですねそうなんですか、はい、で最後どうなるかが見ものですね。そうですね、どういうふうに決着がつくのかそこまでしっかり見ていただければと思います。はい、はい、で現在この一緒にねステージで歌ってくださる民衆役の合唱の参加者を募集したところ、はい、結構応募があったんですって。そうなんですよ、この、うん、まあ一応これまでの仮の締め切りとしては今日締め切りだったんですけど、はい、まあ、これまで人数的には結構十数名、うん、集まってくださっていい感じなんですけど、ただですね、はい、ちょっと男性が少なめでですね、男性が欲しい、そうなんですね、歌い手が、新潟は大変女性が元気なんですけど、それ素晴らしいことなんですが男性がどちらかというとおとなしい方なので、そうですよね、男性ね、プリーズウェルカムですので、ぜひぜひ、そんなに難しくありませんので、はい、そうそう、どのぐらい のコーラスなのかっていうのが知りたい、この合唱の。そうですね、オペラでも、はい、ものすごい合唱が主役みたいなものがあるんですけど、ね、これに関してはですね、うん、まあ、今回のカットの関係もあって、はい、2場面で、4回歌うって感じですね。2場面で4回4箇所歌うって、4曲ですかね。4曲、はい、ってなるとどのぐらいの分数ですか。1曲あたり大体、まあ、2分から3分で割と短い感じなので、うん、しかも非常にシンプルですので、はい、まあ、合唱経験ある方だったら、はい、これぐらいかって感じの、感じです。なるほど、はい、じゃあ合唱経験ある方だったらもう全然結構できる、全然で、初心者でも、うん、ちょっとカラオケで歌ってますっていう人でも、うん、その音取り用の CD をちゃんと作ってお配りしますので、それ聞いて耳コピーで全然いけるという範囲です。はい、私の友人でゴスペルやってる人が多いんですけど、はいはい、ちょっと歌い方が違うじゃないですか、コーラスと。そうですね、うん、そこら辺は工夫しないとですか。ですね、うん、合唱の発声でもないんです、オペラは。あ、そうなんですね。どちらかというと結構みんな自由に歌う感じなんですね。自由に、じゃあ歌が好きならどなたでもいいですね。で、いろんな 個性のある声が混じってることによって、うん、むしろその賑やかな感じが出るので、うん、そこがちょっと普通のコーラス合唱とは違うと思うんですね、オペラ合唱。面白い、はい、あ、じゃあ結構自由度が高い。そうですね、うん、で、お芝居がありますので、その人でなりに俺はこういう性格の人間であることにしようみたいな感じで設定するわけですね。そう、自分なりに設定して面白い、結構その演出の範囲内で自由に動くと、いうこともできますので、はい、そうなんです。このね、歌劇フィガロの結婚演出はこのパチラギさんが担当されるということで、恥ずかしい限りで、いやいやいや今までもずっとこう担当されてきたんですか。そうですね、そもそも演出をやったのが3回目くらいの時ですかね、はい、学生とか学生の時から。あ、面白いですか、演出って。いやー、もうかなり面倒です。面倒なんですねなんですが、まあ、ただ、まあ、自分のアイデアと、あとはそのキャストの、結構オペラ その役者と話し合って決めるので、それでそうすると、あ、そのアイデアいいですねってやったりして、あ、まあ、みんなで作り上げていくっていう感じの演出ですね。はい、まあ、でも映画でいう監督みたいなもんですよね。まあ、そうですね、音楽面の監督は指揮者なので。あ、指揮者か。そうです。ですので、オペラの場合面白いところはその音楽面の監督と演出面の監督が2人がいて、どちらかというと指揮者の方が強いみたいな感じですね。はい、そうですよ、音楽を指揮する方がね、やっぱ引っ張っていくわけですもんね。そうですね、うん、でもそのなんか演技も含めて、はい、まあ、柏木さんが、はい、そうですね、演出されるってことですよね、はい、難しそう、うん、トータル何人ぐらい出演者はいらっしゃるんですか。今回は、ソリストといって要するに一人で歌う、はい、ような役の方々が、全部で10名ですね。それから、それ以外にも指揮者がいて、あと、オーケストラ、今回はちょっと、アンサンブルぐらいの規模でやるんですけど、もちろんピアノとあと弦とかがいるんですけど、それ以外ますので、そこにまた合唱が、まあ、
20人から30人ぐらい入ってくると相当、まあ、ゾロゾロという感じですけど、ですよね。ただホールがですね、うん、あの大ホールですので、はい、そこがまああの薪の良かったです、うん、大ホールで、ね、でまあこのご時世だから、はい、いろんなことを気をつけながら練習されてると思うんですけど、はいはい、どんなところを工夫されてますか？実は昨日あのソリストの最初の練習がスタートしたところでして、うんうん、はい、ともかく、まあ、練習中はずっと、マスクをつけていくと、うん、それもマスクも最近いろんな種類のマスクが出て、うん、歌い手用のマスクが結構あるんですよ。あるんですよ。なんか通気性がいいとか、あ、ここに空間があるんですよ。あ、空間、あ、なるほど。それで歌いやすくしてくれるってことですね。そういうのが、うん、音楽関係メーカーが作ってたり、うん、それ以外のスポーツ関係が作ってたりするのがあるので、うん、それをあのあれをどっちいろんなものを試しながら、まあ、それで練習しつつ、うん、またあのもちろんあの換気したりあのということも工夫しつつっていうところですね、うん、でその本番も、まあ、合唱に関しては、うん、まあ、この感じから言うと合唱も衣装の一部としてマスクをつける方向になるかなみたいな。あ、なるほどね。もう衣装の一部としてしまう。そういうことをちょっと今のところ考えてます、うん、かっこいいマスクにするとね、なんかいいですね。普通のマスクの上からなんか布っぽいのかけてもいいのかななんて、いろいろとその辺は面白い考えてますね、はい、もちろんフィガルとかスザンナとか伯爵はそういう衣装を着るんですよね。そうですよ、ドレスとか、ドレスとか、そうですね、伯爵っぽい衣装、ね、あと伯爵夫人とかだともうちょっと豪華な感じ、うん、豪華な感じでね、そういうのも見ものですよね、見どころ。楽しみです。いや、私の巻の大ホールでオペラを見たことないので、はいはい、楽しみですね、今から。まあ、地元のいろんな方々に聞いたところ、どうやら西関区でちゃんとした形式でオペラをやるのは史上初なんじゃないかと、うん、そうかもしれないですね、っていうふうになんか言われてて、あまり聞いたことないですね、巻きでオペラって。そうなんですね。少なくとも巻き分でやったという聞いて話はないという話を聞いてるので、これをもうとは言っても巻き分は本当に舞台装置も意識相当通ってて、そう、素晴らしい方がいいんですよ。そうですよね。あんまり使われてないので、もったいないですよね。もったいないので、このホール使うとこんなこともできますよっていうのも、まあ、皆さん、自治官の皆さん、および他の区の皆さんにも知っていただきたいというのも、うん、むしろそれが一番最初の動機みたいなところがあるので。ですよね。はい。はい、このね、今回のオペラは、はい、まあ、新潟オペラスタジオ、桂木さんのところと、牧地区まちづくり協議会、はい、ね、主催でやってますので、そうですね。牧の皆さんね、はい、きっとこのチラシも行ってると思うので、はい、来てくれると思います、はい。またね、後半もまた詳しく伺っていきたいと思います。はい、一旦コマーシャルです。ようこそ、光の仕事人。今日は、新潟オペラスタジオから、桂木豊さん、おいでいただいております。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですか。じゃあもう根っからの、もう大学時代からオペラ三昧で、はい、そうですね、結果的にそうなっちゃいましたね。なんかやっぱり本格的なオペラをどこかに見に行ったりっていう研究とかもされてるんですか？はい、そうですね、見ることもありますし、あとミュージカルとか見たり、まあ、芝居の方を見たりすることも、まあ、たまにはありますね。そうですか。好きなミュージカルとかは？いやー、そこまで詳しくないあれですけど、そうですね。ただこの間見つけの方でやられてた、ね、あの身近に行って、ああ面白いなと思いながら、またあれだ、それも市民が参加して、そうですね、やっぱりね、各地いろんなところで、まあ、町おこしじゃないですけど、そういうのもありますよね。ありますね。ぜひね、牧の皆さんも参加していただきたいと思います。神木フィガゴの結婚、こちらが11月14日日曜日、牧文化会館で上演になりますね。演出がこの桂木豊さんということで、楽しみですね、はい。で、この公募なんですけれども、はい、まあ、先ほど言われたようにだんだんね集まってきて、あと男性の声がね、ちょっと足りないっていうことで、テノールとバスですね。テノールバス、はい、いいですね。男性のあのコーラスも素敵ですよね。そうですね。低い声で、まあ、ともかく
く、うん、本当にカラオケレベルで、やってて、ちょっと一応歌ってやろうっていうような気持ちで、参加していただいても全然大丈夫な、今回はそんなに難しい曲でもないので、うん、そういう感じでノリで乗っていただければと思います。ね、どちらかというとこの巻きって、こう、はい、演歌とかね、歌謡曲、はい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 、カラオケとかが盛んなところなので、うん、そういう方だったら多くいらっしゃるかもしれないの で、ね、ぜひね挑戦してみていただきたいと思います。やはりコロナ対策として練習中もマスク着用、はい、あと手指消毒などをされているということ で、ね、はい、チェックしてしていただきたいと思います。でオペラね、はい、先ほどもお話あった通り、まあ、歌で進行するお芝居ということで、はいはい、もう題材としては神話とかおとぎ話、はい、ファンタジーのものもあるんです ね、 ですね。今までそもそも有名なところだとモーツァルトの魔笛、魔法の笛ですね。 あれも完全にファンタジーですから ね、 はい、習いました、音楽の時間に。そう、夜の城のアリアですね、大体、ね、そうですよね、はい、でそんな歴史ものもあったり、はいはい、いろんなものがあるんですけれども、ね、まあ、さっき言われたセリフが、ね、歌になってるようなものがあったり、うん、そうですね、はい、ここ最近映画でも、ね、ミュージカル調のですよ、ね、もの、ララランドとか流行りましたよ ね、 そしたらなんか日本もそういったものばっかり出てくるじゃないですか、はい、そうですね、なんでここが、ね、ミュージカル調になるのみたいなあ、 ります、ね、ありますよね、面白いですけど、はい、そんなものが今流行り流行になってます、はい。でもフィガロの結婚は、はい、こうセリフとこう歌と完全に分かれています。ですね、これちょっとそのさっき私ちょっと歌ったような感じで、はい、まあ、オペラの中構成としてはこの時代の構成としては、うん、レシタティーボをセッコって言って乾いたレシタティーボって言い方するんですけど、さっきみたいにほとんど喋りみたいな歌の部分と、はい、あとはコンパニアートって言ってもうちょっとオーケストラが入ってきてもうちょっと喋りよりも歌に近いところと、うん、もう完全に歌になってる、まあ、デュエット、アリアといったような完全な歌になってる部分と、うん、大体3段階あるんですよ、はい、で今回の形式としては、うん、このセッコの方のかなり喋りに近い方のやつを喋りに近い方ですね、それを、いや、それをですね、うん、の部分をセリフにして、うん、感じとしてはミュージカルと同じような感じ、セリフ歌、セリフ歌っていう感じの、組み替えにして、これはジングスピール形式っていうんですけど、こういう形に組み替えて、上演するという計画で。面白そう。ですので聞いてて、あと本当にミュージカルっぽいかなっていう、クラシックミュージカルっていう感じで聴けるかなという感じに思います。なんかこうオペラってちょっと敷居が高いじゃないですか、あの難しいやつは、ね、クラシックのやつ、それはオペラファンでも、いやちょっとこれめんどくさいなっていうような曲もあるので、ですので、まあ、オペラも様々ですので、うん、今回は非常に聴きやすく、うん、演じやすいものになるかなと思います。うんですね、はい、そしてフィガロの結婚、先ほどね、はい、簡単なストーリーをお話しいただきましたけど、うん、一番の見どころ山場ってどこですか？そうですね、これはですね、面白いことに世の東西に問わず大体喜劇は2幕構成で前半、後半なんですね。そうなんですか。で、能とか狂言でも狂言は2つ、はい、前半後半にやりますし、ですので、シリアスなものは大体3幕構成にすることが多いんですよね、面白いことに。で、フィガロは全4幕なんですが、全体見てやると1、2幕がひとまとまり、3、4幕がひとまとまりって感じになってて、でこの2幕のフィナーレの曲が、まあ、ちょっと長いんですけど、ここが結構一つの大きな山場になってますね。そうです、ストーリー的にも。そうですね、いろいろと、次から次にトラブルが起こりまくってそれ最後に悪者軍団が登場してそれですごく対決のムードになって前半が終わるという非常に面白いところで、ここの2幕のフィナーレは一つの見どころですね。そうですか。で、なんか休憩が入るんですか？そうですね、うん、今ちょっとどこにどれくらい休憩入れるかまではちょっと計画中なんですが、少なくともこの2幕終了後には15分ぐらい休憩入れて、セットの転換なんかをしつつ。そうですよ、セットもありますよね、はい、
あと、オペラの場合は、マイクを使わないで生声ですので、アカペラ、そうです、アカペラじゃなくて伴奏があるのか、アカペラではなく、あ、そうだ、伴奏ありのマイクなしってこと、生声ですね、生声ですね、生歌ですね、ですので、歌詞も結構すごく大変なので、あの休憩じゃないと、それは大変だ、生の声が響くわけですね。大ホールですからね。大ホールですからね。いやー、桂木さんの声も聞きたいところですけど、演出なんですよね、当日。そうなんですね。ですので、本番の時は、大体舞台袖か客席の後ろの方でこうやって様子見ながらっていう感じですね。あ、そうですか。そうですね。いつも演出の時だと、ドキドキ、ドキドキして、一日が終わる感じですか。まあ、バタバタ動き回ってはいるんですけど、うん、でも客席で見てるときもお客さんの反応がすごく気になって、あ、いや、これだったら舞台出てる方が楽だよみたいに思うぐらい緊張しますね。私はオペラ初心者なので見るの、はいはい、どういう風に盛り上がったらいいですか、客で見る場合。あ、そうですね、うん、大体、特に今回は分かりやすいんですけど、うん、芝居がセリフがあって歌があってっていう形なので、うん、歌が終わったところで、ちょっと様子を見て、周りの様子を見てから拍手を言っていただくみたいな、うん、だいたいよくあるんですけど、クラシックだと終わったかなと見せかけてまだ終わってないみたいな、ありますね、ありますね、ありますね、そういう引っ掛けにならないように周りの分かっている方の拍手が終わってから、こう見て、そうやるとフライングなしでいけますね。そうそう、それがちょっと恥ずかしいですね。そうそうそう、あります、ね、あ、まだあったみたいな。そうそうそう、ありますよね。そう、じゃあ周りの反応見ながらこう盛り上げていくんだね。そうですね。していただければ嬉しいと思います、ね。はい、楽しみです。これはもう子供さんとかも楽しめる内容ですか。はい、そうですね、うん、中身はちょっとあの浮気男が出てきたりで、ね、ちょっと大人向きなんですけど、はい、ただ、まあ、全般としては、うん、おとぎ話っぽい雰囲気のある、うん、ものですので、うん、お子さんでも全然、私もフィガロ一番最初に見たのはそれこそ6年生ぐらい。わー、すごい、そこで感銘を受けて音楽やろうと思ったとか。いや、そこまではないです、ね、ないです、もうちょっと後ですね、それは、うん、はい、そう、何でこう音楽に惹かれたんですか、学生時代。ちょっとあんまり覚えてないんですけど、覚えてないくらいなんですけど、自然だった。そう、なんかあれよあれよという前にそういう風な感じになっちゃったっていう感じですね。でもオペラを歌といっても普通の歌もあるとか、うん、オペラもあるので、うん、オペラというものでやるっていう方向になったのは大学入ってから。やっぱ信頼の頃。そうですね。オペラ研究会っていうのがあって、あ、そうですか。それでオペラは、まあ、もちろん見たり聞いたりは知ってたんですけど、そこに入ってみたところ、まあ、バタバタとしているうちに、もうちょっと深いところに入っていくような感じになってしまったっていう。なんか大学時代、殿下って呼ばれてたんですか。あ、なんか呼ばれてましたね。なんかそういうコメントもありましたよ。それもそもそもな、私もよく、そのなぜそう言われてるかよくは、いや、殿下っぽいからですよ。いやいや、違う、入試が終わって、合格発表があって、うん、ああ、信頼入ったと思って、行って、うん、で、音楽科はですね、面白いことに、1年生のうちから教室割れ、ゼミに割り振られるんですよ。他の学科と違うんです。そうですね。それで、指導の松浦先生の教室に行って、うん、初めましてって言ったら、もうその時にお腹がついてる。殿下って言われて。お前は殿下だみたいな。いうことですね。いいですね。そのわきあいあいとしたね、ゼミだったということで、そんな桂木さんが演出される歌劇フィガロの結婚、今民衆役の合唱の参加者を大募集中で、特に男性の方、はい、そうですね、はい、どこに申し込めばいいですか。チラシいろんなところに置いているんですが、はい、そこに電話番号が書いてあると思いますが、はい、私桂木の新潟オペラスタジオまで090-6275-7551番まで、お電話くださればと思います。はい、もう一度使えます、090-6275-7551番までお願いいたします。はい、ね、17日今日締め切りなんですけど、ちょっと伸ばしてもいいですか、これ。全然大丈夫です。じゃあね、もうちょっと伸ばすそうなので、はい、5月の、うん、そうですね、末まで、夏ぐらいまで受け付けますので、はい、はい、練習の開始が6月の最後の方からなので、まだまだ全然大丈夫ですので、うん、はい、はい、まあ、これね、参加しても参加料、出演料などはございませんので、はい、ご了承いただきたいと思います。はい、そんな桂木さん、今年ね、じゃあ今年の目標はこれですか、やっぱり。
まあ、これですね、まあ、他にもいくつかやらなきゃいけないことがあるんですけど、あるんですが、まあ、一番大きいところではここです。ここなので、はい、過激フィガロの結婚を大成功させること。そうですね、ですね。これはチラシはね、参加者募集のチラシなんですけど、見に行きたい方は、はい、料金などはまだ決まってないですか？まだ具体的なところまでカチッとは決まってないんですけど、ともかく2ヶ月前である9月には、はい、ポスター、チラシ、チケットをバーッと出しますので、また出るので、はい、ポカポカラジオでもお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。はい、で毎回ね、ゲストにお聞きしてるんですけれども、葛城さんの人生を楽しむコツは？そうですね、まあ人生もいろいろとありますので、楽しいことばかりじゃないですけど、ただ、まあ、なんて言うんでしょうかね、前向きにくよくよせずに、叩けば開かれるという気持ちでやっております。素晴らしい、はい、オペラとか音楽以外に趣味っておありなんですか？趣味、趣味、日頃何してます？お休みの時。そうですね、プライベートが全然見えてこないんですけど、あ、庭の草むしりをしたり。緑が好きですか？そうです。あとは、まあ、カメラでいろいろと写真撮ったりしてますね。昔のフィルムの時代から撮ってますので、いろいろと。すごい。じゃあ昔のああいうね、こうクラシカルなカメラ、今でもフィルムも使ってます。フィルムも使って、現像するやつですね。まだ使えるんですよ、できるんです。すごい、モノクロの写真って味がありますよね、やっぱり今のデジカメと違って。そうですね、あのちょっとザラッとした感じがいいですよね。そう、ザラッとした、ね、昭和な感じが、ね、好きだななんて思いますけど、そんな、写真も惜しみの、葛城さんが演出される歌劇フィガロの結婚、11月14日日曜日、牧文化会館大ホールで開かれますので、ぜひね、これをお聞きの皆さん、見にもいらしていただきたいと思います、はい、そして民衆役の合唱の参加者、男性、コーラス、舞台募集中ですので、女性ももちろん、女性ももちろん、夫婦でもね、参加していただきたいですよ ね、 すね、はい、お待ちしております。今日の光の仕事人は新潟オペラスタジオの葛城豊さんでした。どうもありがとうございました。